おはようございます。ジャスト株式会社代表関正樹です。最近はい。アメリカの雑誌で世界に影響力のある100人の中はい。で、ね、日本人で高橋まりえさんって、ね、はい。なんか記事は見たんですけど、どんな方か忘れてしまいました。ときめ、要は片付けのコンサルタントなんだけど、すごいね、出した本が全世界にこう発行されて、どれぐらいいってんのかな。まあ、例えばニューヨークタイムズとかの、ベストセラーのところにずっと出てるらしい。その片付けがね、で、15年ぐらい前にロバート清崎の、金持ち父さん、貧乏父さん、これもやっぱずっと出て、1年以上、2年ぐらい出てたかな、ずっと、出てた。で、同じことが対照的に起こってる。ロバート清崎は、で、マリエさん、僕から見ると対照的なんだけど、これ15年前ね、まあ大体2000年ぐらい。で、これが今2015年、まあ15年ぐらい前の話なんだけど、対照的で、ロバート清崎の言ってること何？お金を稼ぎなさい。ちょっと違いますかね。まあどういうふうに？どういうふうに自分の周りのものを使って。要は働かずに稼げと。稼ぐ、要は、お金、まあ、お金とか物とかが働いてくれて収入を作りなさいよ。で、こっちは、マリエさん、すいません、どんなだったか。いや、まあ、物片付けなさいよ。手放す、どんどん手放しちゃいなって。もう自分がときめかないものはどんどん手放しちゃいなっていう話なんだよね。こっちは物を得ろってこと。そうですね、逆ですね。逆逆。で、なぜこういう現象が起こったら15年経って。こじつけかもしれないけど、僕のね、僕はこうどうもね、こうその仮にだよ、お金働かなくても入ってくる仕組み作ったとするじゃん。それでもやっぱ人って幸福じゃないんだな。まあ昨日もまあそういう話したんだけど、これ執着をまた生み出して、さらなるまた心の苦しみを生み出していくんだよ。で、まあこの15年、まあ、じゅ、も、も、まあ、もっと前から読まれてるんだけど、まあ、大体1000万部ぐらい多分全世界で売れて、実際に多分それ本当に金持ちになったり、まあ、それに近いものになったの。まあ僕もその多分その一人だと思うんだけど、大体300万人ぐらい。いないか、いないや、いや、ほんないないや、30%だもんね。まあ大体まあ30万人とか40万人、50万人、このぐらいはいる。で、そういう傾向がこの頃 IT バブルも手伝って、そういう傾向強かった。でもどうもそれは決め手じゃないよねって分かってきて、な、手放してみようか。で、本当にそこに心の平安とかあるんじゃないかって分かり始めた。で、これが今受けてるんじゃないか。で、本当日本ではさ、これ当たり前っていうかさ、普通の、啓発、まあ、なんていうの、啓発本だよね。単なる。なんでこれが全世界で受けるのか。このことが起こってるということですね。どうもありがとうございりましがとうございました。